日原林道日原林道とは、東京都奥多摩町日原にある林道の一つ。全長約8キロメートル。正式名称は、林道日原線。起点は、日原小入道バス停付近。途中に八丁橋があり、八丁橋付近に、ゲートがある。林道の終点には四輪車が U ターンできるくらいの広いスペースがある。水源林管理目的のほか 雲取山への登山や軽流釣りのアクセスにも使われる。日原林道は一般車両通行禁止であるものの通行している一般車両は少なくない。路面はダートであり荒れている箇所もあるので舗装路用タイヤでの走行は好ましくない。ガードレールはない。他の林道と同じく走行には十分注意が必要。2006年5月12日に 日原林道を走行中の 50cc、原付バイク運転手が熊に襲われるという事故が発生した。奥多摩では毎年のように熊に人間が襲われる事故が発生している。八丁橋まではおおむね一年中通行可能だが、大雨や工事などで通行できない場合もある。陶器は積雪や路面凍結があるので相応のタイヤが必要。 6.5キロポストの標識を過ぎたところに、カラマツダニカ公典がある。また、7.5キロポストの標識を過ぎたところに、ダイダマリ入り口がある。八丁橋にゲートがある。ゲートは開いていることが多いが、閉鎖していることもある。ゲートが閉鎖している場合は、八丁橋付近に数台分の駐車スペースがあるので、ここに駐車して歩く。 最近の八丁橋ゲート閉鎖状況としては、2006年3月に八丁橋のすぐ先で道路が大崩落し、翌2007年3月まで約1年間に及ぶ閉鎖となった。その後も大雨や工事のため時折閉鎖している。ありがとうございます。